アホチンエンゼルス、グッバイエンゼルスフォーエバー大谷。打球は良かったんだけどね、これは守備がうまい。まあ取ったのが偉いわ。結局負けるのがエンゼルスや。最後まで草生えまくりのええ試合やったね。飛ばなすぎやろ。うわいい試合だったな。サクラン、今日はタッカーに負けたわね。ネトが出塁する気ないからや。大谷で同点やったのに、今の取られたらしゃあない。意味のないホームランだよ。野球の面白さが詰まったゲームやった。エンゼルスとかいう最高のエンタメ集団。大谷のホームラン見れたから実質勝ち定期。まあ大谷がホームラン打ったからええやろ。地獄みたいな2雰囲気のベンチ、抜けたらさよならでよく飛びついたな。タッカー本当にナイスガイやわ。急にメジャー級のプレーすんな。また連敗が始まりそうなクソ試合やった。こうして僕は LAA の試合を3日かけて堪能した。抜けてたらさよならだったのに。また吉田のグラスラがクッキーになったよ。タッカーが揃ってコウモリしてなかったらアストロズ負けてたな。大谷が活躍しつつエンゼルスが負ける最高の展開やな。トレード不可避や。ダルビッシュがドジャース相手に投げた試合を思い出した。確かベッツがやったゲーム終了になるダイビングキャッチ。ご視聴ありがとうございました。